自衛艦隊は海上自衛隊の主力部隊であり、1954年7月1日の防衛庁自衛隊発足と同時に置かれた。艦艇や航空機を機動運用し、日本周辺海域の海上防衛や多様な事態、国際任務等にも対応している。自衛艦隊司令部が入る海上作戦センター自衛艦隊は、司令部及び護衛艦隊、航空集団、 潜水艦隊、総海隊軍、艦隊情報軍、海洋業務、対戦支援軍、開発隊軍、その他防衛大臣の定める部隊をもって編成されている。帝国海軍の連合艦隊等に相当する事実上の実戦部門の統括部隊であると言える。司令部は船越地区に置かれている。関東自動車工業の跡地に完成した新庁舎、 海上作戦センターは2020年10月1日に本格運用を開始した。同センターには自衛艦隊司令部をはじめ、冷化部隊の護衛艦隊、潜水艦隊、総海大軍、海洋業務、対戦支援軍、艦隊情報軍の司令部が集約されている。なお、新庁舎完成前の海上作戦センターは自衛艦隊司令部内の指揮施設を指した。 自衛艦隊司令官が指揮を取っており、防衛大臣から統合幕僚長を通じて指揮監督を受け、フォースプロバイダーたる護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官などから提供された部隊をフォースユーザーとして運用する。自衛艦隊司令官は解消をもって当てられている。なお、自衛隊艦艦式の執行者は原則として自衛艦隊司令官である。 1954年3月2日に自由党、改新党、日本自由党の保守3党防衛接種による合意を経て、閣議決定された自衛隊法案要項では、海上自衛隊内に連合自衛艦隊を編成するとされていたが、1954年3月9日に閣議で正式決定された自衛隊法案では、単に自衛艦隊と称することに改められた。 自衛艦隊司令部や冷化部隊の司令部の編成は次の通りである。司令部要員は50名くらいと大人数なので、機関には司令校室、幕僚長室、幕僚事務室、幕僚処務室といった設備が設けられた。1963年4月1日、自衛艦隊司令部が陸上に移転し、横須賀市吉倉に置かれたため、機関は廃止となる。 1965年3月、船越地区に移転し、現在に至っている。なお、庁舎に掲げる表札は、江田島の旧海軍兵学校の校門の表札が、かつ海舟の筆跡から取って鋳造された古事に倣って、東郷平八郎の筆跡を集めて構成し、鋳造したと言われている。ありがとうございます。